クラウチから中央ルリーニャ競りました。こぼれたところセカンドボール、うん、金沢です。しかし小川幸喜も前から行く。山田奪い返した。ルリーニャ足元入った。シュート打った。決めたルリーニャ。中に入れてきた。決めた。ゴール。ホームが中央、山本が右、そして左に伊藤洋輝の今日も3バックはジュビロ磐田です。ゴールキーパーマーティオスからボールを奪って、ゴールマウスは空いている。シュートを狙うか。パスを送った。ルリーニャ流し込めます。ボールに追いついた。さあ18歳のプレー、吉田のボールだ。チャンスだ。ヘディングシュート、どうだ。決まったか。どうだ。落ち込めたか。落ち込んだ。さあ小泉はまた懸命に追いかけます。こうやって前から来るとこういう相手スペースが入ってくるんです。ルリーニャですね。シュート打った。決めた。ゴール。